こんにちは、平山茂です。今日はですね、8月20日金曜日でございます。現在時刻は2時30分ですね。皆様、本日もお仕事お疲れ様でございました。終わりましたね、今週がね。本当にお疲れ様でした。やっと私が住んでるこの名古屋も夏が帰ってまいりました。夏がやっと夏が。今日お邪魔するのはですね、名古屋ワイルドフラワーガーデンブルーボネットというところでございます。こちらはね、お花がいっぱいあるということと、あともう一つ、海が目の前に見えるよというところなので、ちょっとね、初めてなんですが、ちょっとね、お散歩してみたいと思います。よし、では早速行ってみたいと思います。ちょっと先ほど言い間違えましたね。ここは名古屋港ワイルドフラワーガーデンブルーボネットでございます。よし、確かね、入園料は300円だったかな。行ってみよう。こっちから、あ、こちらはスロープですね。大丈夫ですよ。さあ、ちょっと私は階段から。今こちらで入園券を買いました。300円ですね。さあ、ちょっといろいろ回って綺麗なお花を見てみましょうか。すごい色鮮やか。さあ、今いるところがこちらでございますね。入ってきた最初のオープニングはここで撮りましたね。で、ここから歩いてきて、ここから入りました。ここでチケット購入。今ここ歩きましたね、サンクンガーデンで。今入りました、こちらにね。こう見ていくと結構広いし、さらにここが海ですね。この桟橋も後で行ってみましょう。風が気持ちいいでございます。さあ、このウッドデッキがあるので、ちょっと行ってみましょう。素敵、いいですね。なんか日本じゃないみたいです。さあ、いた。いいですな。
ああいいな。あ、すいません、心の声が表に出てしまいました。いやいいな、ここ好きだわ、めっちゃいい。花の香りもね結構しますね。わあ楽しい。このなんか池がいいですね。池なのかこれは。川みたいなね、こう水が流れてる。あ、奥にちょっと海も見えますね。さあここに桟橋のような。ひとまずこちら行ってみましょうか。いや、涼しい。いいですね。素敵ですね。なんか本当ガーデンって感じの。うわあ、ごめんなさい、大きい声を出してしまいました。すいません、今セミに襲われました。あー怖い。そこにもいるなセミが。ちょっと待てよ、セミはダメだ本当に。ここはなんだ、行ってみましょう。あ、ここも、あ、ここに説明があります。あー、セミがいるな。うわー、セミが、よしよしよし、おっと素敵な。なんかイギリスっぽいですね。なんかイギリスの古いお城みたいなね、お城の周りとかこういうのありそうですよね。ありそうって話です。よし、ちょっと海の方行ってみましょうかね。いいですね。鐘はちょっと鳴らすのはやめときましょう。ここは降りていっていいのかな。あ、桟橋は行けないんだ。ちょっと封鎖されてますね。こちらの桟橋にはですね、一応なんか船が来たりするらしいんですけど、ここから乗ってちょっとね、どこに行けるのかっていうのはちょっと船が今日はいないですね。さあ奥に見えるのが名古屋港ですね。
海の向こうに見えるのがちょっとアップしましょう。あちら名古屋港ですね。観覧車も見えますね。あれは、先日も夜景を撮りに行った名古屋港でございます。今日はあの平日ということもあってね、ほぼ貸し切り状態、誰もいない。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー本当にねいいですね。素晴らしいです。まさに大丈夫ですね、これは。まさに大丈夫だ。うん。大丈夫ですね。大丈夫。うん。大丈夫です。大丈夫ですからね。うん。まだ明日もお仕事という方ね、もちろんいらっしゃると思います。頑張りましょう。私もお仕事です。お互い頑張りましょう。本当にいやちょっとテーブルがあるのでそちらで。ちょっと謎のボックスがいい。ミツバチさんかな。あれなんかこれも洋な、なんでしょうね、なんか洋梨みたいな。いやちょっとテーブル発見しました。うえっ、ちょっとここで最後締めようかな。今夜の平山茂の大丈夫だよ、いかがだったでしょうか。名古屋市港区にある名古屋港ワイルドフラワーガーデンブルーボネットさんからお送りいたしました。非常に素晴らしい庭園といいますかね、イギリスっぽい感じの洋風のお庭というような感じで、綺麗なお花もたくさん咲いておりました。海も見えてね、本当に素晴らしいです。ただ大きい建物があるんですが、そちらにはねお食事するところもあったりということなのでね、ぜひちょっとねお出かけのプランに入れてみてはいかがでしょうか。名古屋にもこんなところがあるんですねというようなね、ちょっとね久しぶりに直射日光に当たりながらの撮影だったので、たくさん汗をかいております。いい汗をかかせていただきました。本当にありがとうございます。さあ改めましてですが、私平山茂のですね地球見聞録というチャンネルをご覧いただいている皆様、本当にこの度はこのチャンネル登録者数が100人を超えました。本当にありがとうございます。まあ、約1年このチャンネルをやってるんですけれども、やっとですね100人のチャンネル登録者様が誕生いたしました。本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。心から感謝いたします。ありがとうございます。ということで、明日以降もですね私平山茂は毎日毎日大丈夫だよと言いつつも、お出かけした時にはですねお出かけシリーズというような形で、いろんな動画をねこれからもアップしていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。あなたは大丈夫ね。ということで今日はご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日、また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。
本当にありがとうございます。